卒業ライブ明らかなコバルト始めまーす。 Jumping around this sensation 神がかりなプレイリース。今宵はリーもキューラーも欲しい。 Mama anything goes yeah。 焼きたんだろうバラシの映画さえも Don't know what to say more to Driving down the road I try to lose my mind To lose my mind ボンネットに反射した街灯刻む日々 Let me show you in my hand 溢れくるインタラクション忘れたいこと忘れたいこと書き消すように書き消すように流れ出すキャンドが書き立てるほら Why don't you feel it all of them?バンジョビナラオンディスのセンセーション神がかりなプレイリース。これだけで人生なんて存分に浮かれんだ。アマラピーラザンセテンバーまだリピートは止めらんないね。今なら君の雑音も振り切れるグッタイム。アマジュークボックドライバーフォーチュナイト。いたずらに光る街ストロボに見たトゥルワドゥドゥLet's reframe. Because I'm gonna go my way. I say what do I? Driving around this whole sensation. 神がかりなプレイリース。それだけで現実なんて簡単に変えれんだ。 It is a hit I can remember. 優勢の詩飛ばせば向くらいに。今なら日々の雑談もう振り切れる good night。Rationally, I change that to a city really sound like Then I'll just take it to play. Smoky voices ringing out. Let me go for now. I'm just the way I am now. But jumping around this, jumping around this whole sensation. 神がかりなプレイリース。これだけで人生なんだ存分に浮かれんだ。I'm gonna be on the Septemberリピートは止めらんないね。今なら君の名ともう振り切れるグッタイム。世界を競って未来を追いかけて I'm a jukebox driver for tonight。 ここで目を覚ませば僕は君が見える。遠回りしてやっとね気づけた。君となら大丈夫。うーはーはー。卒業ライブ第1部ラストマラソンありました。明らかなコバルトです。お願いします。一部ラスト盛り上がっていきましょう。2曲目 Life is Beautiful 聴いてください。いつからか愛想笑いがうまくなった。傷つかぬように頭では違うことばかり考えていて、平気あなたは平気で、それより何よりも浮かぶは君のことを飽きられちゃうほど君を愛して愛して愛して果てたよ。これからの内緒話だけれど I love you oh life is beautifulDa da 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 da
のチャンス心にまとう。やめるも悲しみも添い遂げられますか。平気、君は平気ね。そく理想のままで僕にも言えること。愛が腐るほど君を愛して、愛して愛して果てたよ。これからの内緒なしだけれど、 I love you、 oh, life is beautiful、 oh.僕は君と一つ、長く険しい道が待ってても君となら大丈夫。飽きられちゃうほど君を愛して、愛して愛して生きたよ。重なり合うほど君を愛して、愛して愛して果てたよ。これからもずっとよろしくどうぞ。 I love you all、 life is beautiful。 time もないことに泣いて、 time もない time もない、君の仕草に time もない time もない、僕の愛を捧げ。ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして一部取り務めます明らかなコバルトです。お願いします。お願いします。さあ、お水、水かすいません、水飲む。じゃあ飲んでくれ。さあ卒業ライブということでね、卒業ライブっぽい MC をしようかなとね、はい、思いますよ。何かな、何から喋ろう。このバンドを組んだきっかけみたいな言っときますか。はい、どうぞ。あ、誰も知らない俺だけが知る、まあ、きっかけっていうか、まあ日向がね、そうですね、僕が、そうですね、僕今年度ちょっと前期サークルの方に全く行ってなくて、でなんか後期からなんかもう僕行かないでいいもんみたいな感じでスタンスで、ちょっといじけてたなんでそんなスタンスだったですけど、なんかちょっとサークルが盛り上がってるなみたいな、なんかグループとかね、 LINE のグループとか見てて、まあちょうどコロナもちょっと収まってきて、そうなんですね、みんな活動しやすくなってきて、うん、ライブもいっぱいできるようになってきて、そうそうそう、なんかあ、いいなと思って、俺もやりたいなと思って、でまあ僕バンド誘うってなったら、まあ一番ハードルの、誘うハードルの低い男、小森健太郎を召喚するんですけど、そうですね、で、まあ、健太郎に連絡して、まあ、ちょっとバンド組みたいみたいに言って、で、まあ、メンバー決めようってなったんですけど、まあ、勝則さんは結構僕お世話になってて、前のバンドでも一緒にやらせてもらってたんで、まあ、最後にやりたいなっていうので勝則さん誘って、で圧倒の3人は、まあ、沖と加古ちゃんは、まあ、俺今前も見たことあって、見たことあるレベルだっけ。見たことあるレベル。違う、まだまだ。オキとか見たことあるレベルだっけ。まだありますよ。さすがにもうちょっと親しい仲だったし。親しい。で、まあちょっと組んだことなかったから、もうちょっと組んでみたいなっていう2人でした。で、残りを、まあ、あと1人、上階生でもよかったけど、ちょっと1年生をここに入れたら面白いんじゃないかなと。まあ、入れられる1年生、かわいそうっちゃかわいそうだけど。でまあもうジャック様を召喚したということなんですけど、そうですね、もうジャックやばかったよね、最初の練習とかもやばかった、黒かった、
もう服が服そう服じゃない服じゃない別にそこじゃなくて違う黒いもうジャックがねもう緊張でああジャックですサイトカリンですみたいな感じでなそんなでしたっけいやもうちょっともうそうジャックの表情がでも最近ね最近ですよ最近ジャックがね馴染んできてなんかめっちゃ笑顔見せるんですよ、うん、俺らにねよく笑ってくれるようになりました本当にそうやっと打ち解けてきたときに卒業という。まあそうだね。ジャックは卒業選挙で。ジャックは卒業選挙ね、うん。で、君らもまだおるから、沖と僕以外はいるんで、ね。そうですね。まあで、そうね。沖と勝則さんが卒業なんですけど、うん、まあまあ、沖はね、まあ沖、社長もやってたし、はいね、お疲れさんはね。お前、なんだ、ずっと。沖ちょっといいっすか。あ、いいっすよ、絶対。あの、僕、確かに、日向とね、最後、組みたいなと思って、あの前のバンド、ヤロバン組んでて、で、それで、まあ、あの一緒にやってたっていうのを待って日向とやりたいかったからあのぜひやろうっていうふうに誘ってもらった時に言ったっていうのと、はいはいまあ、あと僕沖と組んだことなくってあそうなんですねそうだから沖と一緒にできるかと思ってすごい楽しみにして嬉しかったですそれは、はい、やってましたじゃあ、はい、なんで俺も沖ないですよ多分、はい、あそうなんだ俺も沖ないですなんだろうここで確認ここあるやほらやるやってるやあ伝説の伝説のあれなんでそんな異名をつけたかな打ち上がりやめまあそれで本当にオッキーは、うんね、お世話になってありがとうねいやいやなんかちょっと変なやつっていうのはしてたんですけど組む前もまあそうですね、まあ、やっぱ本当にね、まあまあ、おかしいやつでしたねオッキーはねまあそうです ね最近ハマってるモノマネがあるんだよねお前 あれだなんだっけやるの本当に俺なんか WBC の大谷のインタビューのやつまあそうですね、あ、オッキーさんあの会場の方盛り上がりはどうだったでしょうか。あ、いや、でも盛り上がって良かったです。これいつものオチじゃね？あれ違う。なんか違う。ちょっと喋るのできないです。まあまあです。まあまあですね。お期待しとったんだけど。まあまあですね。まあまあですね。喋るのちょっとでやったことなくて。ああ。あの上向くやつか。上向くやつ。あ、そうかそうかそうか。上向くのとあのイヤモニ。あ、イヤモニね。うん。いや、沖やんこれが大谷翔平に似てるとい大谷翔平らしいっすわ、ね、これね、沖ね、卒業してもからも大谷武士全開でね行きます、ね、二刀流で、ね、二刀流で行きます沖と大谷の沖と大谷の二刀流 で、ね、よくあーこっちかというよくわからん、よくわからんよくわからん、やめやめ何かの二刀流で行きます、はい、二刀流で行こうで、まあ、勝則さんねはいあ、そっち行っちゃう あ、ごめん、じゃあまだまだいるよ、まだいるよいいですよはいはいはい勝則さんはね一人ずつ返す。ああ、いや別にこの二人だけ行こうかな。あ、オッケー。卒業する。勝則さんはね、本当にね、みんな明るいと思うけどね、もうこんなイケメンでこんないい人まずいないなと。あ、こんなまずこの顔が整ってて整ってるじゃないですか。じゃあ見てください。ちょっと前出てください。どうも。ほら、すごい目鼻立ちがくっきりしてるでしょ。ね。何の時間見る時間見る時間見る時間見慣れる時間いいんですけどそう勝則さんこの顔の人であんまめっちゃいい人こんなね1年生にも M2 っすよ M2 なのに1年生とかにもみんな気さくに喋ってね、うん、こんな人いないと思うんですよ顔とか関係なく本当にいい人ですね本当にねもう顔まあ顔なんか顔がいいあいついじってない大丈夫いやいやおい、いじんなお前まあまああでも僕なりの考えがあって、まあ、後輩はあんま後輩だと思ってなくてですねみんな一人の人だと思って接してるんで、まあ、そんなにねみんなだから僕のこともあんまり、まあ、先輩と思ってほしいけど、まあ、そんなにあの気張らずにあの関わってくれたら嬉しいなっていうふうに思うんで、はい、ぜひ、まあ、最後だけど、まあ、卒業ライブ、まあ、打ち上げ来れる子もねぜひあのぜひ話しかけていただけたら、ね、最後にね、まあ、ハードル低いと思ってもらえばいいんで全然大丈夫です、はいまあ、みんな最後も楽しく、そう最後まで楽しくねやっていきましょうこの顔に喋りづけづらいですよこんな勢いながらハードル上げとるやんせっかく下げたんですいません、はいはい、ということでね勝則さんも本当にありがとうございましたということで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ということで3曲目に喋りすぎたいきましょうちょっと水を飲んでいいかということで3曲目
ですが、緑黄色社会さんのシャウトベイビーという曲をやらせていただくんですけど、これ楽譜が卒業したおじいのかなちゃんに書いてもらってるやつなんだよね。あれ、そうだよね、書いてもらった去年書いてもらったやつをできなくて今年ちょっとやりたいなと思ってこのバンドでやらせてもらってます。ということでね、かなちゃんも本当にありがとうございますということで、素敵な楽譜を精一杯歌いたいと思います、はい、お願いします。いつもと違う髪の匂い、踊らされてしまう悔しいな、緩んでしまう口もそっと沈めた。明らかなコバルトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。